運動部に入ってる方でしたらみんな感じたことがあると思うんですよ。運動部ってすごくね、分かりやすいですから。早朝深夜練習してそれでもね予選で落ちるってことは、その対戦相手はどこまで練習してるんだってことですよね。同じような年代だし、同じような環境、同じような、まあそんなにね頭の中も変わんないでしょ。コーチがとてつもなく優秀なんですかっていうとそうでもない。だって戦った、例えば中学の時とか高校の時に私でも対戦相手がいるわけですよ。空手にしても野球にしてもね。でも無名な格好に負けるわけですよ。まあ私は個人的に練習ほとんどしなかったんで負けても当然なんですけども、チームはものすごく練習したんですよね。それでも負けるってことは相手はどこまで練習したんだと。そして予選でこの程度だから、もっとねインター中学とかインター高校とかね、ああいう大会に進んでいって決勝戦で勝ち上がるってどんなんやと思いましたね。それこそ家族とか友達とか学校が協力しないとできないことですよね。家族がいつまでも野球やってるんじゃなくて勉強しなさいとか言ったらできないですしね。で、吉井さんの人生を聞いてるとものすごくねユニークなのは、卓球でのし上がっていったのに就職するときにわざわざね他の勉強でのし上がってきた人のステージに降りてきたってことなんですよ。卓球が就職のための条件だったら多分勝てるのに、なぜかねデスクワークの方、ね、筆記とかのテストに吉谷さん今までやったことがなかったのにそっちに降りてきちゃったんで、それはねボロカス言われますよね。だから現場に出ても難しいっていう風に判断されるんじゃないかなと思います。確かにね営業職やったり企画職やるのに足の速さとか卓球のこのねなんかこうスマッシュショットとかいらないわけですよね。だからその業種で必要なスキルを高めていった方はそのスキルを使えるところに行けばすんなりといったのかなと思います。まあでもねその後の後半の話ですけども、私にもちょっと通じるものがありまして、全てを捨ててここに一点集中っていうのは本当その通りで、私はですねそれまで10年近く3000万円もの未然にを借金して投じた麻雀業を辞めたわけですよ。即価塾しかないと、ネットビジネスしかないと思ったわけですよ。で、全てを捨てて何もなくなってもいいからこれだけは絶対手放さないぞと思ってスタートしたのが、まあ、アフィリエイトだったんですけども、ヒットしましたね。他の方は下手にね毎月20万とか25万の月収もらってるからそれが手放せなくって、アフィリエイトにとことんつぎ込めなかったんですよ。結果今人生は私はこうなりました。で、その頃月収20万25万もらってた人、多分大半良くてそのまんま月収20万25万悪くてクビか会社がなくなってるでしょうということなんですよ。まあ、ですんで不況にあえいでるとかね、労働環境が苦しいってことはそこを離れないといけないんですよ。だってそこはもう下り坂なわけですから。で、下り坂ってことはこれから上り坂の業界もあるわけですよ。だからそこにピョンと飛び移ってね、全くゼロからでもスタートできるところ山ほどありますから。でもその全くゼロからスタートできるところに早く行かないと、そこにまあそこそこの経験者が集まってしまいますから。だってアフィリエイトだってもうね10年20年があるわけですよ。20年ぐらいですかね。そうなると今参加しても20年前に参加した初心者にはかなわなくなってるわけですよ。少なくとも私は8年前にアフィリエイトの業界参加して、それから情報発信しましたから8年のキャリアがあるんですよ。今日始めた方から考えたら縮まらない8年があるわけですよね。でも私が当時8年前に参加した時にもうすでに5年経験10年経験いたんですよ。でもその人たちが今いるかっていないですよね、ほとんどね。だから私が開始する5年前10年前に始めた方もそれから続けられるかどうかっていうのはまた別の問題なんですよね。もちろんハッピーリタイアした方も多いと思いますけども、そうではなくてね、ちょっと一瞬の当たり火花に目がくらんで、継続とかの努力を怠った人もいたんじゃないかなと思うんですね。だから本当にね、一点突破、まずは一点突破で、一点突破が成功したら2点目とか3点目探すのはいいと思います。ただ情報の天秤かけちゃダメですよ。最初は広く薄くいくのはいいと思いますけども、とにかくね、なんか一点集中を、短期的な集中を繰り返していくってことなんですよね。私の場合は3ヶ月集中をいっぱい繰り返していって1年に4トライするみたいな感じですね。その中で当たったやつを翌年にもやるみたいな感じで、アフィリエイトにしても転売にしても FX にしても暗号通貨にしても今まで続いてるってことなんですよね。まあ、それに尽きると思いますね、私はね。そこはもう変わんないですね。さあ、それではね、どうですかね、どんな一点突破を自分はやってきたぞ、俺はこれをやったぞって言えるようなものが何かありますかと。何かあるんだったらそれが今日を支えてくれてるはずなんですよ。だから過去にこんなことをやったつもりで客観的に見たら何もなってないってことなんですよね。だからもしその自分の得意分野があるとしたら、その得意分野をきちんと使えるところに行かないといけないのかなと思いますし、その得意分野そのものが世の中のニーズとしてはもう終わってしまってるかもしれないんで、時代が去って
そうなったら今この瞬間トレンドになってるものとか、これから山が来そうなものに早く乗り移って、いつでも自転車を漕ぐんじゃなくてね、新幹線なりリニアモーターカーっていう次世代の乗り物にやっぱ乗り換えて、そのチケットを買わないといけないんじゃないかなと思います。そのチケットを買う代金は速稼塾の代金だったりドリームアカデミアの代金だったりするんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。